こんにちは。私の名前は足立かなみです。日本の京都から来ました。私はこのニューカレッジマンチェスターで初の日本人学生で、最初のうちは本当に孤独に感じたこともあったのですが、今では外国から来たたくさんの友達もできましたし、パブに行ったり博物館や図書館に訪れたり、毎日楽しく過ごしています。皆さんも自分の、英語を上達させるために、ぜひニューカレッジマンチェスターに来てみてください。